両チームフィールド内に入りました。まもなく後半戦開始です。後半戦は関西学院のキックオフで試合再開という形になります。キックオフをします。キックオフキッカーは関西学院60番の上田。さあ池田ワイドワーズリターンに入ります。リターンは1番密集点を突破しようと中央に飛び込みましたが自陣30ヤード付近でタッチされまして、この位置からの攻撃と変わります。しかし果敢なリターンでした。リターンは1番は杉原。ですがここでイエローフラッグ反則が発生しています。先ほどの反則はキッキングチームの関西学院にありました。オフサイド、ボールを蹴る前にボールより前に出ておりました。この反則によりましてリターンチームであるワイルドボアーズはレッド地点から5ヤード進んだ位置での攻撃権を選択しました。これにより池田ワイルドボアーズ自陣31ヤードからの攻撃と変わります。失礼しました。自陣36ヤードからの攻撃です。好位置からの攻撃開始となります池田ワイドバーズ。後半最初の攻撃シーズンに入ります。自陣36ヤードからファーストアンテン。さあまず中央へのランプレー。キャリア 1番ハンドオフから中央突破しまして味方ブロッカーの隙間を抜くって約4ヤードのゲインとしています。見事なステップワークを決めましたのはランニング枠1番の杉原。池田ワイドバーズ自陣39ヤードからセカンドダウン6。パス成功。池田ワイドバーズファースター。今度はクォーターバック10番中央に切れ込んだポストパターンのワイドレシーバー12番にパスを投じまして攻撃権更新です。池田ワイドバーズファースター。素晴らしいパスを投じましたクォーターバック10番は川村。取りましたワイドレシーバー12番は金谷です。池田ワイドバーズ自陣48ヤードからのファーストダウンテン。さあ再びパスプレー、これも決まります。今度は左に回したワイドレシーバー21番にパスを投じまして約4ヤードのゲインとしています。ターゲット21番は松野。これにより相手陣に入りまして池田ワイドバーズ相手陣47ヤードからセカンドダウン5。しかし今度は不成功。今度はプレイアクションからワイドレシーバー3番へのパスでしたがこのパスを3番キャッチミス。攻撃権1つ失ってサードダウンに変わります。さあしかし相手陣に入ってからの攻撃になります。池田ワイドワーズ
相手陣47ヤードからサードダウン5。このプレーは成功。ワイドレシーバー12番への短いパスにより突破を図りましたが、しかしパス失敗です。フォースダウンに変わります。池田ワイドバーズフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣47ヤード。さあリターンに入った。リターナー17番、パントリターンを左オープン独走しようと展開しましたが、しかし自陣10ヤード付近でボールデッドとなっています。この位置での攻守交代となります。加瀬学院自陣11ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック10番、ここで左サイドライン際駆け上がったワイドレシーバー21番にパス。これを21番競り合いながら見事にキャッチしまして、攻撃権更新、加瀬学院ファーストダウン。素晴らしい判断でパスキャッチしました。ワイドレシーバー21番は山田。関西学院陣地挽回しまして、自陣34ヤードからの攻撃に入ります。関西学院ファーストダウン10。ここでクォーターバック12番、ターゲット見つからずパスからランプレーに展開。スクランブルによってゲインを図りましたが、しかしこれはワイドボアーズ反応しまして、ゲイン1ヤードにとどめています。関西学院セカンドダウン9、ボールオンは自陣35ヤード。ナイスキャッチ、ファースト。クォーターバック12番、プレッシャーを見ましたが、ここでワイドレシーバー10番にパス。10番見事な判断でこれをキャッチしまして、攻撃権更新です。関西学院ファースト。プレッシャーある中見事にパスを投じましたクォーターバック12番金谷、そして取りましたワイドレシーバー10番の河村でした。失礼しました、12番は宮田、10番は米田です。失礼いたしました。ここでウォーターブレイクが入ります。先ほどワイドバーズが後半開始見事な攻撃をしまして、一気に間隔を大きく自陣深くに抑える形に成功しておりましたが、しかし関西学院それを跳ね返して現在ハーフウェイまで陣地を挽回しているところであります。まもなくウォーターバレック解けまして試合再開となります。関西学院ハーフウェイからファーストダウン10。ナイスパスカット、パス不成功。ここで再び
再びパスプレーによる突破を図りました関西学院。しかしこれはワイドバーズディフェンスバックが素晴らしい反応をしましてパス不成功に終わらせています。パスカットをしました選手は池田、ワイドバーズ82番の皆川。関西学院セカンドダウン10、さあ抜けていった、前が痛いです。そのエンドゾーンに行くか、タッチダウン。失礼、ホイッスルが鳴っています。ホイッスルが鳴っています。失礼しました。現在ホイッスルが鳴っています。その途中でタッチがありました。従いましてこのプレーはタッチダウンにはなっておりません。しかしナイスゲイン、一気に攻撃権更新としました関西学院ファースター。見事なランを決めましたのは関西学院中学部の4回ナンバー4番高畑。これは味方のブロッカー陣も素晴らしい仕事をしたという証でもありました。さあ一気に相手陣に入り込みまして関西学院ファーストダウン10、ボールオンは相手陣16ヤード。さあクォーターバックが今度持ち込もうとしましたが、これは池田ワイドバーズナイスディフェンス。中央へのランプレーをワイドバーズ77番見事な反応でタッチしました。約2ヤードロスとしています。見事な反応をしましたのはワイドバーズ77番の松本、チームのバイスキャプテンです。関西学院セカンドダウン12、ボールオンは相手陣18ヤード。これもナイスディフェンス。今度はパスプレーにより一気に前進を図ろうとしました関西学院。しかしこれをワイドバーズ87番が再び見事にパスカットしましてパス不成功。ダウン1つ失ってサードダウンに変えました。ワイドバーズ82番は皆川。加瀬学院サーダン12、さあクォーターバックがいった。しかしここでワイドバーズ見事にタッチしましてこのランプレーによる攻撃権更新を果たしておりません。フォースダウンに持ち込みます。さあ関西学院フォースダウン10の状況、どのようなプレーを選択するでしょうか。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、10ヤード前進しないと攻撃権を失いますが、あえて攻撃に転じます。パス不成功、パス不成功です。ここでクォーターバックは一気に左サイドにいたワイドレシーバー21番にロングパスを投じました。高さを生かしてその競り合いで勝負しましたが、しかしこれを見事に82番パスカット。4回のパス失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。池田ワイドバーズ82番、皆川素晴らしいパスカットを再三続けて見事この攻撃を断ち切りました。さあ攻撃権は池田ワイドバーズに変えます。自陣16ヤードからワイドバーズファーストダウン10。さあこのランプレー出ます。中央のランプレー託されたランニングバック3番、見事に隙間をすり抜けまして約6ヤードゲインとしています。池田ワイドバーズ3番は西。池田ワイドバーズセカンドダウン3、ボールオン自陣18ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック10番、今度は右サイドライン側にいたワイドレシーバー21番にパスを投じまして攻撃権更新です。池田ワイドバーズファースター。パスを取りましたワイドレシーバー21番は松野、チームのバイスキャプテンです。
さあリズムに乗ってきました。池田ワイルドバーズ自陣28ヤードからファーストアンテン。さあここで中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここで関西学院がディフェンス陣策をランニングバック1番を約1ヤード押し戻す形にしました。池田ワイルドバーズセカンドアンド12、ボールオンは自陣26ヤード。インターセプト、タッチダウン。ここでパスプレーに出ましたワイルドバーズ。しかしそのパスを取ってみましたのは関西学院の21番。そのまま一気にエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。関西学院6点獲得です。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めました関西学院。21番は山田、チームのシムを務めております。そしてトライフォーポイント、タッチアウトの後のワンプレー、関西学院キックフォーメーションを取ります。これをキッカー21番の黒谷、見事決めまして1点追加。関西学院中学部ジュニアファイターズ21点、池田ワイルドバーズ0点となりました。この攻撃シリーズで勢いに乗るかと思われた池田ワイドバーズでしたが、その一瞬の隙をつきまして関西学院がインターセプトリターンタッチダウンを決め、さらにリードを広げる形に成功しています。その関西学院のキックオフで試合再開となります。さあリターンに入りますが、中央付近までこのリターンを返す形になりましたワイルドバーズ。ハーフウェイ付近からの攻撃となります。池田ワイルドバーズ自陣47ヤードからファーストアンテン。インターセプト。さあこれはどこまでいくか、10ヤードギリギリのところで止まりました。しかしナイスプレイ、ビッグプレイ。ここで最初のプレー、パスプレーから始めましたワイルドバーズでしたが、そのパスを関西学院がインターセプト。そのまま大きく返しまして攻撃権ダッシュです。関西学院ファースター。ちょっと席が止まらなくて、謎の席が、いやでもね、ちょっとあれはありますね。さあ関西学院はこのビッグプレーによりまして相手陣4ヤードからの攻撃となります。関西学院ファーストアンドゥーゴー、パス成功、タッチダウン。ここでランプレートに仕掛け、プレーアクションからワイドレシーバー21番にパス、ノーマークにあった21番、そのままエンドゾーンに入り込みました、タッチダウン。関西学院6点獲得。そしてトライフォーポイントに入ります。おスラップです。これはキッカーが抑えまして、なんとかそこでプレー終了となりましたが、6点止まりとなります。関西学院中学部ジュニアファイターズ27点、
池田ワイルドバーズ0点となりました。しかし見事にタッチダウンしまして、さらにリードを広げる形に成功しています。さあ関西学院はその差を27点としました。ワイドバーズこのキックオフリターン、果たしてうまい形に持っていくことができるでしょうか。関西学院キックオフ、さあスクイブキック、ゴロキックを展開します。リターンを避ける形で、ビッグリターンを避ける形でこのキックオフを終えました。ワイルドボアーズ自陣30ヤードからの攻撃と変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、関西学院中学部ジュニアファイターズ27点、池田ワイルドボアーズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに入ります。